和光荘は北海道小樽市の洋館であり、同市にかつて存在した酒造会社北の誉れ酒造の二代目社長である野口喜一郎の辞邸。野口自らが佐達忠夫の助言のもとに設計し、7年がかりで1922年に竣工した。パリに橋を発するアールデコの幾何学的な装飾を基調とする洋風のデザイン、野口の父。 野口吉次郎の郷里である金沢市の伝統的な建築技術を取り入れた和室などの組み合わせや全国の歴史的建造物にも見られる小川道によるステンドグラスなど様々な装飾品が特徴とされる元は個人住宅であったが1948年に和光産業によりホテルとして開業され1950年に 北海ホテルが1956年には北の誉レ酒造が買収した。1954年には昭和天皇夫妻の北海道巡行に際しての宿泊所としても利用され、1958年には第125代天皇上皇昭人が皇太子時代に宿泊した。その後、経営難により1966年にホテル業を廃業した。 北の誉レ酒造は2015年に、オエノンホールディングスに吸収されたが、和光想は2009年に、野口の孫の野口玲二が、北の誉レ酒造から買い取って以来、北の誉レの経営から離れた野口家が所有するため、オエノン HD の方針の影響を受けずに現存し、建物の外装、内装だけでなく、書籍やニップゲームなどがそのまま保管されている。 同2015年4月から予約制、有料で公開され、見学を受け付けていた。2018年には、中国系企業、元大優バリ6名館が、本施設を買収し再活用を行う方針としたが、2019年時点では、閉鎖されている。ありがとうございます。